はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらシビックタイプ R とシビックのね、マニュアル車乗り比べてみようとね思います。なんかね、私の印象ではこのまろやかスポーツという感じの印象ですね。シギ、イコマ、スカイライン、やってまいりました。今日はね、ワインディングを楽しみながら、乗ってみようと思います。制限速度ね、こちら40キロですね。あー、気持ちいいですね。今ゆっくりワインディングを楽しんでおります。結構これ今2000回転ちょっと切ってるぐらいなんですけど、そこからねぐっと踏み込んでも十分加速します。いや、その辺やっぱ VTEC ターボエンジンということでターボが効いてるんだなという感じしますね。まあやんわり加速ですけどね。生駒山頂遊園地と、お、エンストした。今ねエンストしたんですけどエンジンかかりました。ブレーキホールドシステム、ブレーキホールドをしてたからですかね。初めてエンストしました今。これはエンストじゃなくてアイドリングストップです。エンストしてもすぐエンジンかかるんですね、すごい。では加速の方をしてみようと思います。今2速で全開しております。やっぱ2速からの加速は結構いいですよね。ターボ効いてるなっていう感じします。シビックハッチバックは、このタイプ R とね、まあ、同じボディを共用しているということで、まあ、あのボディ剛性もねいいですよね。で、ローワイドな、ボディになっておりまして、結構ね横の踏ん張りがね、いいんですよね。うん、あ、結構やっぱスポーツしてるよ。あのまろやかスポーツっていうね、まろやかスポーツっていう言葉が結構合ってるかもしれないですね。ものすごいねやっぱ踏んでね、こうダイレクトにガッとくる加速はないんですけども、やっぱりそこそこ楽しく運転できますね。いや、これでね 1.5 リッターって言うんですからね、いやすごいなと思いますね。まあマニュアル車なんで、今これ JC08 モード17キロパーリッターぐらいなんですけど、実燃費13キロ4キロぐらいいくんじゃないですかね、ひょっとしたらね。これねカーブの前にね、ブレーキとシフトダウンで、おお、いいねいいね、このシフトダウンする感じ気持ちいいですね。あのマニュアルやっぱこれ入りがいいですね。なんかゆるっと入り方、ゆるっと入る感じ、幅が広いって言ったらいいですかね。あのこういったねカーブで横 G がかかる時もね、なんかあのうまいことパワーを外に逃がしているという印象がしますね。気持ちいい運転ができました。シビックハッチバックと、シビックタイプ R ということで、今日はねこの2台乗り比べてみようと思います。こうやってね、見比べてみると、このフェンダーのね、大きさが全然違うんですよね。ほらタイプ R すげー膨らんでないですか。外見的にね、やっぱこのフロントのねこのグリル、大きくね開いたこのグリルありますよね。エンジンの中にね、空気を送り込む装置なんですけども、これはねターボの方に回ってるわけじゃなくて、エンジンの、空気を外に逃がすと、こっからね排出されるみたいですね。でフロントのねこのサイド面に開いてるこのダクト、これはねこのタイヤの、ブレーキを冷やしたりとか、ここにエアーカーテンをね作って、空力を考えられているということでね、空力とかね、冷却装置がだいぶねこちらとは違ってくるということなんですね。それだけねハイパワーを持ったこのタイプ R ということなんですね。
冷やさなきゃダメだということなんですよね。やっぱねタイプ R ってこの後ろから見た感じがかなりいかついですよね。でこちらシビックのハッチバック、こちらはね、まあプレーンなデザインと言いますか、まあ少しタイプ R に比べると落ち着いたデザインですよね。まあそれでもね十分ねスポーティーなデザインしてるなと思うんですよ。マフラーはねセンターのデュアルマフラーですね。でこちらは3本出しということで、まあだいぶね差を感じますね。ハッチバックの方はですね、最高出力182馬力、1.5 リッター、直列4気筒ターボエンジンなんですね。で、シビックタイプ R は、排気量は2リッター、直列4気筒ターボですね。まあその辺でもね、だいぶ差があります。最高出力は320馬力。いや、全然違うんですね。ちなみに価格は450万円に対して、シビックハッチバックマニュアルは280万円ですね。いや、お求めやすいわ。それぐらいのね、差があるんだったら少し考えますよね。少しね、内装の方を見てみましょう。ガチャリ。ところどころにね、このタイプ R のエンブレム。いや、本物感出てるわ。シフトノブはね、こんな感じなんですね。なんか、鉄の塊。これなんやろ、アルミかな、ステンレスかな。でこちらがハッチバック、こっちはね、黒で統一されたシックなデザインになっておりますね。うん、これはこれでね落ち着いていいと思うんですよ。ハッチバックは、5人乗りなんですよね。このタイプ R は、4人乗りということで、ほら真ん中にねヘッドレストがないですよね。シートベルトがね赤いんですよね。いや結構こだわってますよね。シビックのねハッチバックのマニュアル運転してたんですけども、今からこのタイプ R、シギイコマスカイラインで乗ってみようと思います。はい、では、シビックタイプ R、試乗してみようと思います。安全運転で行きましょうね。わぁ、いやいや、マジか、マジか、マジか。ああ、はいはい、なるほど、なるほど。全然違います。全然違います。ああ、はい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 。こんなに差があった。こんなに差があった。さっきまで、シビックハッチバックの、マニュアル車を乗っておりました。ハンドルを握って、走り出してすぐ違いを感じましたね。おお、レバレッジシステムでしたっけこれ。これマニュアルなんですけど、マニュアルでね、この回転数をね合わせてくれるというシステムがあります。レブマッチシステムだったかな。今ねちょっとこれシフトダウンした時にね、それがダイレクトに今伝わりました。まあ、音が全然違う。おーい、はい、はい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 、3速のこの加速、あれあれ。いやー、シビックのねハッチバックのマニュアル車も十分スポーツしてたんですけど、いやーちょっとやっぱ比べたらダメなぐらいの差がありますね。まあそもそもねこれ2リッターなんですよね。320馬力の400ニュートンメーターを発生しております。いやー、320馬力ってなるとね全然違う世界がやってくるんですね。でやっぱりこのニュールでね鍛えたこのボディということで、こういったねカーブの食らいつきも全然違うんです。全然カーブ怖くない。これは速いぞ。これ気持ちいいですね。はい、シフトダウン。あ、全然すごい。今5000回転ぐらいまでぐーんと回転数は上がったんですけど、このつなげるちょっと前にね、あの機械が合わせてくれましたね。うわー気持ちいいぞ、スポーツしてるぞ。ヒル&トゥーしてるような感じですよね。いや、運転が上手くなったのかなという勘違いすらしますね。
マフラー音聞いてみましょうか。今一速です。わあ、こいつはすげえわ、こいつはすげえわ。やっぱり、ね、ちょっとあんまりスピードをここ出せないということで、やっぱ1速2速でしかちょっと遊べません。もう3速ってなるとね、ちょっとスピード出すぎちゃうんでね。3速からはこうシフトダウンして楽しんでいくような感じですね。でこのやっぱシートもねだいぶ違います。横揺れをねやっぱ横 G を意識してこの包み込まれるようなこの、シートになってますね。わあ、これちょっと無駄に加速するぞ。無駄に加速しますね。あ、私運転が遅いんで待ってくれてましたね。シビックタイプ R ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんでね今日はお借りして、乗っておるんですが、こちらのお店ね、すごいですよ。タイプ R がね結構揃ってるんですよね。今日ねお伺いした時に赤いね、シビックタイプ R1 台置いてましたね。今ね乗ってる車はこれブルーなんですけども、やっぱ色もね、実車がいろんな実車が見れるということでね、ご購入の方はねぜひね一回お店の方に来てみたらどうでしょうかね。試乗の方はね、予約が必要になってきますので、事前に、ホームページかお電話の方で、予約の方をしてくださいね。はい、どうでしたかね。2台ともねなかなか個性があって良かったですね。意外とねこちらマイルドな乗り味で良かったと思います。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、シビックタイプ R と、シビックのマニュアル車乗り比べてみたでした。ジョヌボーイ。